ゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢だよ。今日はマフィアの話をしようと思うんだが、霊夢はマフィアについて興味あるか？映画やアニメにもなってるから興味あるわ。でもマフィアって、いまいちどういう組織かわかってないだろ？そうね。ぼわーっとしたイメージしか湧いてこない。今日はマフィアの意外な成り立ちから、マフィアと女性について解説するぜ。よろしくお願いするわ。マフィアは今、世界中に存在してるだろ？アメリカとかロシアが思い浮かぶわね。ゴッドファーザーとか、アンタッチャブルなんて映画もあったし。マフィアの起源はイタリアなんだぜ。シチリア島がマフィアのふるさとだ。おお、まさにゴッドファーザーの世界。そのゴッドファーザーを見ててもわかるけど、マフィアって金持ちだろ？そうね。ものすごくゴージャスなイメージだけど。マフィアは18世紀頃に誕生したって言われてる。その財源は何だったと思う？マフィアなんだから強盗とか、みかじめ料の徴収とか。外れ。答えは南イタリア特産の、あのフルーツだ。は？フルーツ？マフィアのイメージと全然合わないんですけど。マフィア誕生の財源となったのは、実はレモンさ。レモン？その因果関係は何？当時の船乗りたちは、壊血病って病気でバタバタ死んでいった。原因はビタミン C の不足だ。戦場の食生活はビタミンが全く足りなかったんだぜ。ある時偶然にレモンを摂取したら、状況が劇的に改善したって話だ。なるほど。で、レモンが売れ出したんだ。でもレモンって栽培が大変で高級そうじゃない？ところがどっこい。南イタリアじゃ放っておいても一年中実をつけてるのがレモンだ。生食できないから、消費に困るくらいじゃんじゃん収穫できるんだぜ。じゃ、マフィアは投資ゼロでお金持ちになれたわけか。そういうことさ。笑いが止まらないほど儲かったって話だぜ。アメリカとかロシアのマフィアって、派手な生活しているイメージだろ？ところが本家本元のイタリアのマフィアは、ちょっと違うんだぜ。へぇ？なんか伊達男がグラサンして、巻き舌で話してる感じだけどね。そんな派手なことしてたらすぐに目をつけられるだろ？自分でも把握できないくらいの富があるのが、イタリアのマフィアのボスだ。ところが、山奥の掘ったて小屋に住んでたりするんだぜ。シャンデリアがあるお屋敷に住むとか、ロールスロイスに乗ってるんじゃないんだ？何しろマフィア間の結束が強いから、ボスの逮捕は稀だ。たまに逮捕されると、ボスたちはほとんどがその辺の田舎のおっさんって感じなんだぜ。意外だわ。イタリアのマフィアのボスにとって、マフィアたる醍醐味は純粋な権力だって言われてる。掘ったて小屋に住んでいる男が世界を動かしてる。それがマフィアの男たちにはたまらないらしいぜ。確かにシュールな現実だわ。お金は二の次ってことか。政治家や大企業のオーナーも、マフィアの手の内にあるって話だ。確かに他の国のマフィアより、根が深そう。金はありすぎると、さらに儲けようって気分がそがれるらしいぜ。イタリアで不法に儲けた金が余りすぎて、海外で合法な商売をしてるって話だ。なんだかすごく矛盾してる。やっぱり政治家もマフィアとつるんでるの？すべては謎だ。何しろマフィアの掟は沈黙の慣行。仲間のためには絶対に証言しないから、イタリアの警察や検察もお手上げさ。映画よりもよっぽど複雑なのね。少し前に死んだイタリアの元首相も、マフィアとの関係がずっと噂されてた。だがすべては謎のままさ。今までにその慣行に対抗した人はいなかったの？もちろんいた。1980年代に活躍したファルコーネって検事だ。彼は、マフィア内からの内部告発を成功させたんだぜ。歴史的快挙じゃないの。ところが、妻と乗っていた車ごと爆弾で吹っ飛ばされて死亡。うっとう。それはハリウッド映画みたいに派手。同じく、マフィア撲滅に従事していた裁判官も暗殺された。現在のイタリアでテロが少ないのは、警察のマフィア対策が進んでるからだそうだぜ。さすがマフィア、やっぱり怖いわね。現在もマフィア担当の検察官は存在する。だが彼らの住居も家族の居場所も極秘案件だ。24時間ガードされてるんだ。マフィアと対峙するのは命がけっていうのが、イタリアでは常識なんだぜ。悪いことしてるってわかってるのに、逮捕できないって納得できないわ。何しろ南イタリアの権力者の半数以上は、マフィア絡みって言われてるし、マフィアの内情を小説にした作家も、暗殺予告を受けたりしてる。映画よりよっぽど残虐な世界なのね。ところで、気になるのはマフィアと女性の関係なんだけど、マフィアの犠牲になった女性は多いぜ。19世紀の終わり頃から、分かっているだけでマフィアに殺された女性は150人近い。その多くが未成年者だ。残酷ねえ。そもそもシチリアの男というのは、独占欲が強くて嫉妬深い。イタリアの他の地方でも、シチリア男のやきもちはヤバいレベルってことで知られてるんだぜ。じゃ、マフィアと関わった女性たちも、大変だったんでしょうね。未成年の処女を誘拐してレイプし、無理やり妻にするってのがマフィアのやり方だ。マフィアは、キリスト教会とも繋がってるらしいからな。処女を捧げた男性との結婚は、神の意志だなんて言われてみろ。信仰深い女性は文句が言えない。
ひどい話だわ。未婚なのに処女じゃないってことは、当時のシチリアでは一家の恥だった。女性の人権も何もあったもんじゃないね。未成年の美少女をレイプしたマフィアの事件は、後でゆっくり話すぜ。かなりドラマチックな話だ。それはお楽しみ。ここで話題を変えて、マフィアで重要な役割を果たす女性たちに注目だ。おお、それも気になるわ。マフィアのふるさとはシチリアだが、南イタリア各地にいろんな組織がある。南イタリアって聞いて、霊夢は何を思い浮かべる？美味しい炒飯。まさにそれだ。美味しい炒飯を作る一族のマンマは、マフィア内でも強力だぜ。ちなみにマンマはお母さんって意味のイタリア語だな。マフィアには、夫や息子が逮捕されてもびくともしないマンマが多い。一族の長老って感じ？そもそもイタリア男にはマザコンが多い。マフィアも例外じゃないってわけだ。マフィアのボスの妻は名誉ある女性って呼ばれる。まさに彼らの精神的支柱なんだぜ。なんか本当に映画に出てきそうな、たくましいおっかさんを思い浮かべちゃうわ。その想像はある程度正しい。マフィアが逮捕されるとき、報道するメディアにバリ雑言をぶちかましてる女たちがいる。大抵はマフィアの母親か姉妹だ。奥さんはどうなの？マフィアの妻は、マンマに比べるとちょっと立場が弱い。何しろ一族からしたら他人だ。実際、検察がマフィアの内部を探ろうとするときは、妻を狙う。へえ、意外だわ。マンマと並んで、マフィアの姉妹たちも兄弟をひたすら守るんだぜ。マフィアは同じ血を引いていることが名誉なわけだ。まあ確かに、レイプされて妻にされても協力する気にならないかも。ところがマフィアは妙に信仰心がある。敬虔なキリスト教徒として、めったに離婚はしないんだぜ。マフィアの夫がじゃんじゃん愛人を作っても、制裁の地位は安泰って感じだ。マフィアが信心深いって、それも矛盾してるわねー。日本のヤクザと同じように、仁義を重んじるからだ。実際、あっちこっちの教会が保管してる聖物やお宝には、マフィアは手は出さないそうだ。ふーん。やっぱり独特のルールがあるのね。あるマフィア同士の抗争では、敵の家族を殺した理由が話題になった。あいつは何度も結婚した不届き者だから成敗するって言ったそうだぜ。中世の騎士物語じゃあるまいし、そのくらいマフィアにおける一夫一婦制は大事なことなんだぜ。あるマフィアの組織には、離婚経験者やその子供は入れないって話だ。あらあ、名誉ある騎士団みたいなこと言うのね。頻繁に売春婦と寝る男や、同性愛者もマフィアの仲間にはなれない。とにかく一夫一婦制が重んじられるんだぜ。マフィア映画だと、親分も部下も周りに女性をはべらせてるじゃないの。イタリアの伝統的なマフィアはちょっと違う。妙な道徳感があるんだ。愛人もいないとなると、夜のお相手は妻だけだろ？だからマフィアは子だくさんだったりする。ゴッドファーザーのテーマ曲が脳内に流れるわ。でも、マフィアって売春とも関わってるイメージだけど。それは合ってる。売春や麻薬の販売はマフィアの収入源だぜ。言動が一致してないわよ。売春だの麻薬売買だのは、マフィアの下っ端の仕事だ。大物は政治家や企業家とお付き合いしてるんだから。マフィアの中で、女性がボスみたいになることはないのかしら。あるある。マフィアが守られてきたのには、母や姉妹や妻みたいな女性の力が不可欠だった。だが、あくまで副次的な役割ってイメージだったんだぜ。女性自らがボスとなって、マフィアを指揮したこともあったの？1998年に女性マフィアとして、ジュジー・ビターレって女が判決を受けてる。シチリア生まれの彼女は、青春時代もマフィアの父や兄の影響下にあったそうだ。同世代の男性とは全く接触を許されず、学校も辞めさせられてる。家族の中の男たちに支配されてたのね。ゲイマイ相関の噂もあったくらいだ。ジュジーの兄弟は皆マフィアの下っ端だった。だから簡単に逮捕されちゃったんだぜ。ジュジーはどうしたの？自らマフィアの大物ボスのところに出向いて直訴した。私をマフィアとして採用しろってね。女性がマフィアに立候補したの？マフィア内で女性は、マフィアとしての公式な役職は与えられない。ところがジュジーは頭が良くて、大ボスを丸め込んだ。学校にも行かせてもらえなかったのにすごい才能。逮捕されちゃった兄弟を救うためだったが、ジュジーはマフィアとして大活躍だ。彼女が関わったことで、マフィアビジネスの収入が爆上がりしたそうだぜ。彼女もすごいけど、男たちがだらしなく見えるわね。そんなわけでジュジーは、マフィアの大ボスに上り詰めた。1998年に逮捕されたが、最終的に検察に協力して釈放された。今も生きてるの？彼女は結婚もしてたんだが、釈放後に離婚を申請した。それがマフィアの掟破りってわけで、マフィアに命を狙われる羽目になった。マフィアってそこまで離婚を憎むのねー。今はシチリアを脱出して、国家警察に守られて身を隠してるって噂だぜ。女ボスといえども、離婚は簡単にできないのね。マフィアの内情については、証言が少なくて知るのが難しい。だが長年の調査で分かったこともある。また怖い話？マフィア間の政略結婚の話さ。
マフィア間の抗争がひどくなると、有力者同士の子供を結婚させたんだぜ。まるで欧州の王族じゃないの。だな。マフィアにおいて諸女性が重要だったのは、最初に言っただろ？うん、聞いたわよ。マフィアにとっては、初夜に新妻がロストバージンによって流す血が大事だった。何それグロい。抗争による流血の対価として、諸女の血が流されたって概念なんだぜ。いい加減にしろと言いたいわ。シチリアは聖母信仰が強いお国柄だ。諸女の流す血はある意味神聖なんだろう。今のシチリアもそんな感じなの？シチリア男が嫉妬深くて、聖母信仰が強いのはそのままだ。儀式を重んじたり、仲間のために沈黙を守るっていうのも独特の文化らしい。そりゃ映画の舞台にもなるわね。一時期はそのシチリアの風潮が神聖化されて、マフィアが神秘的な存在に見られたこともあった。だが所詮は犯罪集団だ。ダメダメ。犯罪者はちゃんと法で裁かれないと。ところで、マフィアによるレイプ被害に完全と立ち向かった美少女がいた。1965年に起きた有名な事件だ。へぇ、初めて聞くわ。主人公はフランカ・ビオラという美少女だ。彼女は15歳でマフィアの男と婚約させられる。ところがこの男が窃盗を犯した。フランカの父は常識的だったから、即婚約を解消。それだけじゃ収まらなかったのね。その通りだ。フィリップ・メロディアというその男は、銃でフランカと家族を脅した。フランカはどうしたの？彼女は気丈にも、頭を吹っ飛ばされてもあなたと結婚しないと言い放った。かっこいい。ところが、この勇敢な行為が仇となった。フィリップは怒り狂って仲間と12人でフランカの家を襲撃。フランカをかばった母親を襲い、フランカを誘拐したんだぜ。最悪の事態になっちゃった。フランカは殴られ、無理やり犯され、食事もろくに与えられなかったそうだ。フランカは何歳だったの？18歳になったばかりだった。鼻も恥じらう美少女が、マフィアにレイプされたわけだ。しかも、フィリッポの姉がこの蛮行に味方してフランカを自宅に隠してた。マフィアの家族愛って強烈ね。美少女をレイプする弟の味方をしたってことか。ここでようやく、フランカの父親が登場だ。何？娘のための復讐撃開始？まさか。相手はマフィアだぜ。父親は平和的会合に応じたんだ。警察も立ち会っていたっていうから、マフィアは本当にすごい。どういうこと？当時のイタリアの刑法544条では、レイプ犯は被害者と結婚すれば罪を免れた。つまりフィリッポはフランカを合法的に妻にして、自分の罪を帳消しにするつもりだった。娘を傷物にされたフランカの父も、これに応じたわけだぜ。ひどい。気丈なフランカは、父親に合意しなかった。私は誰の所有物でもないって抵抗したんだぜ。当時のシチリアはまだ、家長の決断は絶対だった。フランカはあらゆる意味で反落児だったわけだ。結局、最後はどうなったの？フランカが結婚を拒否してフィリッポは逮捕され、裁判にかけられた。フィリッポに有名な弁護士がついたんだけど、フランカは最後まで戦い抜いたのさ。えらい、裁判はどうなったの？フィリッポは懲役10年が科された。イタリア中の女性が大喝采だ。この事件がきっかけで、レイプ犯には都合がいい法律も撤廃されたんだからすごいだろ。レイプされてもくじけなかったフランカが、歴史を変えたって感じね。フィリッポの方は一向に改心しなかった。釈放後に未成年の少女と結婚したんだが、最後は暗殺された。お粗末な人生だよな。そんな男、どうなってもいいわ。フランカの方はその後、幼馴染みと結婚した。当時の大統領や、ローマ教皇にまで祝福を受けてな。性被害を受けた人たちのためにも、フランカのことはもっと知られてほしいわね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。